畳の下大学に行くことになって。 大学は地元ではなく他県だったから、一人暮らしをするため、引っ越しをしなくてはいけなくなった。で、初めての土地でよくわかんないし、金もないから、安いっていう理由で、ボロいアパートに決めたんだけど、入居初日でそこを出ることになった。風呂なし、トイレ共同のアパートなんだけど、引っ越し準備中、トイレからいきなり絶叫が聞こえてきた。 引っ越しセンターの人たちと動きが止まって、そのトイレの方を見に行ったら、いきなり猫が飛び出してきた。さっきの絶叫は、どう考えても人間の声だと思っていただけに、意表をつかれてちびりそうになった。で、何事もなかったとみんな言い聞かせながら、なんかそれで引っ越しセンターの人と変な仲間感が生まれていた。で、何事もなかったとみんな言い聞かせながら、 荷物を運んでいたんだけど、今度は部屋のある一部分だけ、畳が異常にへこむことに気がついた。下見に来た時は気にならなかったのに。で、あんまりにも変なへっこみ方するんで、スライムに足を突っ込むみたいな感触、ぐにょーって、畳をひっぺがしてみたら、ドロドロになった赤い血みたいなのがべったりついてた。床板の真ん中あたりがへこんでいて、 そこにそれが溜まっていて、匂いもすごかった。不臭というか、生臭いというか。一緒にそれを見ていた、引っ越しセンターの人がいきなり、あって叫んで、血みたいなのが溜まっているそこを指さして、なんだと思いよく見たら、目が浮いていた。人間のではないことを祈りつつも、もう腰が抜けて、帰りたいってしか思わなかった。引っ越しセンターの人に頼み込んで、 荷物をトラックに戻してもらって、大屋さんに泣きついたんだけど、拉致が開かなかったから、逃げるようにその家から出た。親に電話したら、とりあえず3日分くらいのホテル代振り込んでもらえて、次の日から新しい部屋を探した。あの一件のせいで、ボロいところに住めなくなって、結構高いところに住むことになってしまった。あの血だまりと、あの目。 あれは一体何だったんだろうか赤い女。中儀の時、二階の部屋でカーテンを閉めて弟とタバコを吸っていた。トイレに行きたくなったんで俺はトイレに行った。そしてトイレから戻ると弟がカーテンの隙間から外を見ている。どうしたと聞くと。 兄貴、あの女だ。きっとそうだ。と言う。俺がこっそりと覗いてみると、赤いセーター、赤いスカート、赤いカバンを持った女が、こっちを見ている。カーテンで、俺たちのこと見えるはずがないのに。しばらくこっちを見ていると、うちの犬が吠え出した。すると女は、スタスタと歩き去っていった。あの女、とは。お袋は、 ダイエットのため、隣の家のおばさんと夜ウォーキングにいつも行っていた。そのお袋が2日前、青い顔をして戻ってきた。幽霊よ、幽霊話はこうだ。二人が歩き終わって家のそばまで着いたとき、前方から男が自転車で通り過ぎた。その時、誰もいないはずの後ろから、すいませんと声がかかった。驚いて振り返ると、 そこに赤いセーター、赤いスカート、赤いカバンを持った女が立っていた。あの自転車の男が何度も私の前を通るんです。私怖くて一緒に家まで行ってくれませんかと女は言った。そこで女性だけでは怖いので、隣のおばさんの旦那さんも一緒に行くことに。うちの親父はまだ帰ってきていなかった。それからしばらく歩き続けたが、 一向につかない。近くだと言っていたんで、車は使わなかった。そしてとうとう、最初に女が声をかけてきた場所に戻ってきてしまった。お袋が、あなた、ここはさっきの場所じゃ赤い女の姿はどこにもなかった。帰ってきたお袋の話を聞いて、俺や弟、親父は笑い飛ばしていたが。まあ、 隣の夫婦も一緒だったんだから嘘ではないだろう。からかわれたんじゃないのってことになった。二階の部屋から女を見た日から三日後、俺は犬の散歩で夜の十時ごろ近所を歩いていた。そして家のそばまで来た時、前方から男が自転車に乗って俺の前を通り過ぎていった。すいません。この時ほどびっくりしたことは、 14年間生きてきてなかっただろう。本当に今の今まで、後ろには誰もいなかったんだから。俺は振り向いた。そこに、赤い女が立っていた。女が何かを言う前に、俺は、嫌だ、と言った。すると女は去っていった。あれ以来、俺も家族も、あの赤い女は見ていない。 映らない女。地元で湖に続く峠があって、そこを友人がバイクで登っていた時のこと。友人は家が湖の近くだったから帰宅中で、登り始めて一分もしないうちに、一人の女性が立っていたらしい。時間は午後九時。夏だけど暗くなってきていたんで、友人はその女の前で止まって、声をかけ、上の方まで、 乗せてあげようとした。暗い感じの女だけど、まあまあ綺麗だったんで、ちょっぴり期待したらしい。女を乗せて登り始めたんだけど、3分くらい経って、なんとなくミラーを見たら、女が映っていないんだよ。でもちゃんと、女の両手は自分の腰にあるし、後ろを見ても、女はちゃんと乗ってる。おかしいと思いながらもしばらく走ったんだ。 そしてまた数分してなんだか嫌になってもう一度ミラーを見たら、そしたら今度は首だけが消えていた。ゾクッとして後ろ見ようとした瞬間に、その女の両手が友人の腰を思いっきり締めたんだって。怖くなって軽いパニック状態になった友人は女を乗せたまま転倒。でも物損でもなく道の真ん中だったからすぐ起き上がって、 その場を急いで離れようとした。バイクにまたがって発進しようとした瞬間、後ろを見たら、後ろで倒れていた女が首だけを起こして、待ってよ、と一言。その友人は急いで発進。そしたらその女、四つん這いのまましばらく追いかけてきていた。何か住む家。 シャレにならないほどかは知らないけど、とにかく怖い話を一つ。二年前まであるマンションに住んでいたんだけど、そこがまたやばいところだった。俺は鍵っ子だから家に帰ると数時間留守番するんだよ。で、いつものように鍵を開けて中に入ると、なんかすごい嫌な空気が流れてきた。それを振り払おうととりあえずテレビをつけた。で、 テレビ見ながら着替えていて、着替え終わってから、しばらくまだテレビを見てた。そしたらなんか物音がして、かなりびっくりした。で、とりあえず、物押し座を持って、ビデオを見てた。しばらく見ていて、何気に、横の方にある水槽を見たら、幼い子供の顔が見えた。その顔が、見つかっちゃったとか言いながら消えた。 マジ怖かった。それで、そのマンションを去るきっかけになったのが、以前から入院していたじいちゃんが死んだ。それも退院する日に。そして一旦マンションに帰ると、笑い声みたいなのが聞こえた。んで、俺も耐えかねて、何がおかしいんだよって思いっきりとなったんだ。そしたらいきなりラップ音。それは一時間程度で収まったんだけど、今度はその数年後、親父と、 お袋が別居。それで俺と妹と親父は、ばあちゃんの家で暮らすことになった。で、家の中、片付けている時にまた。<laughs> と、笑い声。今だから言えるけど、あの家には、絶対に何かが住んでいる。<laughs> 呪いの不せ事。先輩から聞いた話は、 本当にその辺にある都市伝説という感じのものでした。鹿島さん、牛の首、さっちゃん、紫鏡、そんな聞いたらいけない話でした。その手の話で実際に被害に遭った試しがなかったんで、また同じような話かと思っていました。その話は、恨みを残した武士がこの話を聞いた人のところにやってくる。大抵は聞いてから、 3日以内に来る。2週間何もなければ大丈夫。そいつはドアや窓、壁などを叩いてくる。開けてしまうと首を切り落とされる。というよくある感じの内容でした。しかしこの話には今まで聞いたことがないタイプの明確な呪いの発動条件がついていました。呪いの発動条件とは、この話の登場人物である 〇〇の〇〇という名前そのもので、この〇〇という名前を聞かなければ、決してその武士はやってこないというのです。そしてもしも来られて壁などを叩かれても、〇〇という名前を何度も呼び続ければ助かるという救済措置までついていました。その話を聞いた晩寝ようとしていたら、外壁を乱打されました。 ベランダも足場もない2階の外壁を、もちろん〇〇と唱えまくりましたよ。俺の経験は以上です。なぜ〇〇が不正事なのかって。この話の一番怖いのは、この話をする人には、この話をするたび〇〇が来るってことなんです。今まで他人に話して二度来られているんで、もう勘弁です。ネットでも、 呪いが有効だったら、誰かが読むたび、俺に呪いが発動することになってしまうんで。午後からの、あなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。それでは、皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうかじゃーんけーん、ポン。 私は、グーを出しました。ですので、パーを出したあなた。午後からね、ラッキータイムでございます。今日対案ですからね、もしかしたら宝くじを買うといいかもしれませんね。午,午後からね。宝くじか。ね、当たったらいいよね。<laughs> 当たったらいいよね。ね、宝くじ。あれ、当たる人って本当にいるのかなあの、<laughs> 本当にあの、当たって、 銀行行って、あのー、個室に連れて行かれて、その、当たった方へみたいなマニュアルもらって、そこでお金を渡される人って本当にいるんだろうか。ねなんか、もしかしたらいないのかなとかね、<laughs> 疑ってかかってる。<laughs> ねいいかもしれませんね。さて、今日はですね、今日なんか公開らしいですね、あのー、踊る大捜査線のシリーズの、 柳葉敏郎さんのね、が演じた室井さんが主役の映画が公開になるそうでございますね。これはあの、私あんまり詳しくないんですけど、ね、人気作ですよね。小田裕二さんは結局出ないんですかねなんか、日本陸上あ世界陸上の、来たーってやつになんか小田裕二さんが結局復活すると、ね。やっぱり人気が出なかったから、その小田裕二さんがはず外れて、 復活するという記事を見たので、もしかしたらね、踊る大捜査線も復活するんじゃないかなと思ったんですけど、もしかしたら今日映画で、ね、サプライズ出演とかあるんですかねとかちょっとね、興味があります。面白いですねあれね。詳しくはないけど、見たことはあるんで、なかなか面白い作品ですよね。まあ、ワクさん役のイカリアさんもちょっといらっしゃらないんで、なんとも言えないですけど、今ね。さあ、どうなるのか、楽しみですね。皆さん。 ぜひ、映画館に足を運んでみてはどうでしょうか別にあの宣伝のあれは何ももらっておりません。はい。<laughs> ということで、おはなりこんでした。またね。